品木ダムは、群馬県東郡中野城町、一級河川、利根川水系湯川に建設されたダムである。高さ43.5メートルの重力式、コンクリートダム。目的は、他のダムと異なり日本屈指の酸性河川であった、東川の水質改善、下水の中性化を最大の目的としているダムであり、これに付随して、水力発電も行う。指向は、 群馬県が言ったが、完成後建設省に管理が移され現在は、国土交通省関東地方整備局が直轄で管理を行っている。ダムによって形成された人造湖は、上州湯の湖と命名されている。ダムのある湯川は、利根川水系の主要な支流である東川の二次支流、白社川の三次支流である。草津白根山を水源とし、途中、 草強いと今一度はおいでで知られる名刀、草津温泉を流れ、ダム地点において大沢川を合わせる。ダムを通過する途流路を東から南に変え、険しい峡谷を形成し、白社川に合流する。白社川は南に流れて、東郡長野原町で東川に合流、八っぱダムや東渓谷を経て、渋川市で利根川に合流する。品木ダムが建設される前のあ川は、 通称、死の川とも呼ばれていた。その理由は、河川水が極度の酸性を帯びていたためであり、原因となったのが、ダムが建設された湯川流域の河川水であった。東川は、ダムのある湯川の合流地点から共産性の河川となる。これは付近にある草津白根山や草津温泉の源泉から流出した共産性の水が流れ込むためで、 その酸性度は鉄釘を一週間で溶解するほどの強さであった。このためダム建設前までの東川は離水に不適当な河川であり、橋梁をはじめとする河川工作物にも多大な影響を及ぼしていた。魚介類等の水生生物は当然住むことができない上に、さらには東川と合流した利根川の水質までも損ね、灌漑や、 水力発電への影響も深刻なものになっていたのである。中和事業着手前時点での東川流域における河川酸性度を記す。黄色欄は過水酸性度が高い水域。東川支流の各河川における酸性度を記す。河川名は上流からの東川へ合流する順で掲載する。黄色欄は酸性度が高い河川。このように 万座川や遅沢川の五流点より酸性度は上昇しているが、最大の問題となるのは白砂川流域であった。特に湯川については、pH 値が最大で1.8と気塩酸や気流酸並みの酸性度を示しており、湯川とその支流が、東川における最大の酸性化要因であることが突き止められた。こうして原因が判明したことにより、河川を管理する群馬県は、 湯川に石灰を投入して、その化学反応による火水の中性化で東川の酸性化を改善しようと考えた。この世界初となる河川酸性化中和事業の中心施設の一つとして計画されたのが品木ダムである。草津中華工場湯川に投入される石灰乳液上州湯の湖湯川発電所事業主体の群馬県企業局は、 酸性水流入の最大原因となる湯川に、酸性水中和施設を建設し、石灰を大量に投入することで、河川水の PH 値を中性にする、東川総合開発事業を1957年より、始めた。品木ダムは、この草津中華工場の下流に建設され、ダム湖である、上州湯の湖で、炭酸カルシウムと、硫酸、塩酸を、 化学反応させて、中和を促進、火水を中性にすると同時に、石灰の核反、沈殿を受け持っている。さらに中和した湖水の上積みを下流へ放流するために、床は発電所を利用した水力発電も行う。1964年にダムをはじめとする東川の中和施設は完成した。その後石灰貯蔵施設や、 第二の中和施設である高層中華工場も増設された。この品なきダム、中和施設の完成によって東川の水質は大幅に改善された。そして、水生生物も生息するようになり、死の川の汚名を拭い去ることができた。世界最初の河水中華事業は成功したのである。なお、日本における共産性の水質を持つ河川としては、東川の他に、 北上川と主物川水系玉川がある。北上川は、源流部の松尾鉱山から流出する硫酸水が、玉川は、玉川温泉、新玉川温泉から流出する温泉水が原因であったが、同様の河川酸性水中華事業が実施されている。北上川では44電ダムが汚染水をせき止め、玉川では、石灰石中和施設と玉川ダムを中心とした。 中和事業により河川環境が改善され、両川も離水に供するだけの水質改善を果たしている。こうした水質を抱く改善にもダムは大きな役割を担っている。品木ダムをはじめとする東川中華事業の成功により、東川の水質が改善されたことで、1952年に計画され、東川の酸性水問題で中断していた8 八ダムも1968年より本格的に計画が推進された。八ッパダム計画が再発表された同年に、シナキダムは建設省に事業移管されたこともあり、こうしたことから八ッパダム建設反対派の一部からは、シナキダムの建設自体が八ッパダム建設のための事業であるという見方もあった。ダムは完成以後石灰水を貯水し続けたために、 完成から40年以上が経過した現在ダム湖である上州湯の湖は大差が進行している。湖の大差率は79.8%と全国的に見ても大差率が高いダムに属し2002年11月18日付の朝日新聞においても大差率の高いダムとして報道されている。だが、品木ダム湖はその目的自体が 中和工場で投入された石灰を攪拌、沈殿させるためのものであり、ある意味大差が目的とも言える。従って、専門家の間では、しなきダムに限って言えば、朝日新聞の報道は的外れという批判もある。だが放置するのはやはり中和機能に、いずれ影響を及ぼすため、上州湯の湖に沈殿した石灰の残死を取り除くことはすでに実施されていた。 上州湯の湖の石灰春節事業としては1985年に春節船である草津号が就航しダム湖における春節を実施している。さらにダム及び中和施設の機能を持続させるために当時の建設省関東地方建設局は1990年により東川上流総合開発事業に着手した。この事業は老朽化した草津中華工場の 改築工事とダム通信施設、ダム天馬道路の整備などを中心としており、しなきダム再開発事業とも言える。現在道路整備や管理機能の整備は完成し、中は工場改築などが施行中である。また、東川流域で残る、酸性度が高い支流、万座川に万座ダムを建設して、中和を行う計画も進められている。ダムの具体的な規模や、 着工年度などについては未定である。平成21年10月9日、前原政治国土交通大臣が国及び水資源機構が実施しているダム事業のうち48事業の一時凍結を発表。48事業の中には、東川上流総合開発事業も含まれていた。ありがとうございます。